対戦よろしくお願いします。今回は前回に引き続きポリゴン回でございます。前回のポリゴン割と渋い役回りだったため、ポリゴン要素がちょっとね足りてなかったと思うんですよ。つまりポリゴンくんにリミッターを解除していただきます。そうポリゴン許されたから、え無双しちゃってもいいんですかという感じでよろしくお願いします。ポリゴンやっちゃいます、いくぜ。というわけで今回の試合は全てポリゴンをエースにするという、絶対選出型となっております。サニーゴがいましたが、あれは水の方のウーラオス出してほしくないなという意図でとりあえずぶっこんときました。その初手のポケモン読んでるよ、読み申した。バタフリーといえばなんといっても眠りごなが厄介。この氷統一で愛用してきたキューコンであればその勝ち筋を潰すことができるぜ。しかもタスキ潰しちゃうし一石何鳥だろうね。 OK、 さあさあねっとり行かせてもらいましょうか。なんならこの時点で割とほぼ勝ちなのでは疑惑が出てくるぐらい。行くぜ、オレ火力も申し分ねえ。スッと帰るよ、ちょうの前ですが、この火力もはやどうにもならんのでは。どうしよっかな、絶対エースといえどちょうど前一回積んじまったからね。これアイスぶっ込んで潰しておきましょうか。もう一ターン早くその決断してもよかったかも。ただ向こうは一回蝶の舞を積んで少し浮き足立ってる頃では。行くぜ、参ります。なんだかんだ一致氷の超火力大アイス受けきれまいよ。まあ普通起点作りのこいつでやることではねえが、やっぱりな。でも足りんぜ、残念ながらこの火力はね。あったりねえよ。バタフリーは確かに強いですが、まあ耐久面はそこそこですな。タスキに依存してるところもあるでしょう。いい感じに一番めんどくさいやつは潰しました。さてさて、単数的にあられがいい感じに切れてしまうのでそこは気をつけましょう。インテレオンか、フェアリーで押しても構いませんが、向こうもジェットとか積んでくるかね。フェアリーいっちゃいます。ほう、これは気合ダメか何、いやでもあれ遅くね控えめか、控えめにしても、いや控えめなら抜けるか。あー気合ダメだ。でも残念ながらそのインテレオンではちょっと素早さが足りてないでござる。向こうも多分インテレオンエース構築でやりたかったんでしょうねという感じがひしひしと伝わってきますが、ここで大ウォールしてってなったとしてもムーンフォースで死ぬべ。はいポリゴンどこだよ、ポリゴンどこだよ結局よ。お姿も形も見えねえぜ。つまりこれは生まれる前のポリゴンの動画。対戦よろしくお願いします。おそらくお相手の初手なんだ、ハッサムがいたらバトンは成立しなくなりますね。無動、いや雨の可能性もあるのか。これ無動で、無動でいきます。無動クレッフィーポリゴンでいきます。えキューコンがいなくなったって、例えばハッサムのような相手にバレパンで落とされたとします。次に炙り棒を出します。タスキで耐えます。自分が出したキューコンのあられで死にますというのを実際にやらかして、あこれやべってなって変えました。はい、とんでもねえ、お相手の方にはとんだ試合をお見せしたぜ。雨の方か、かまわん。さあ
勝負で行こうぜ。おそらくこのペリッパーは脱出ボタンか何かお持ちでしょう。であれば、まあ、ペリッパーの素早さ振ってるかどうかでこの状況は変わりますね。では仕事をさせていただきましょう。雨の状況下でどんな仕事をしますか。暴風を打ってくるか。とりあえず遅い、行くぜ。となるとこのペリッパーおそらく HP とあと別のところに振ってるヤリッパーですかな。うん、追い風か。後退してきますかね。ちょっと読みが必要な場面か。羽休めで引っ込めたか。吹き飛ばしでよかったですね。やはりいたか、キングドラ。さあ岩が食い込んでいたかろうて、いたかろうて。で追い風もあるこの状況で向こうは何をするかですよね。もう大魔切ってくるかな。それでも一向に構いませんが、いや構わない、構わなくないなそれは割と困るんだな。さてさて、そのままエアームドですからね、大魔切りたくないと思うんだけど。絶対耐えるじゃん一発。気合ダメ。よし、では退場願おうか。吹き飛ばし、ほらよ。さあ最後の一匹、もしくはペリッパーちゃん、カモン。オッケー、やりたいことさせねえよ。どうやらペリッパーの追い風、雨のサポートから必要以上に気合の入ったキングドラでどうこうしようっていうのがこの方の作戦でしょうから。はい、であれば吹き飛ばし連打でもしておきましょう。ステルスロックが巻かれてるので、いたかろうて、いたかろうて。さすがにダイジェットとか水星化で、キングドラに暴れられてしまうと、あれです、アブリボンは動きづらいので。追い風やんじまったな。どんどん風吹き飛ばしちまうぜ。エアームドがエアームドらしい活躍をしている。いつぞやのエアームド回ありましたね。あの時は砕ける鎧とかも使っていましたが、今回はエアームドらしい役割で活躍されていますな。キャミナリーオフ、頑丈、吹き飛ばし、オール。グドラ、雨が上がりそうなタイミングですな。さあ食べ残しでございます。向こうとしてはなんだろうな、吹き飛ばし読みでなんかしてくるかね。休んでみましょうか、試しに。落としてきてもいいと思うけどね。ボフー、おっつ、エアムド、よくやったぞ。お相手の手持ちフルオープン、かつ、1、2、3、4、5、あのペリッパー変な岩持ってますねというか今回アブリボンいないんですけど。そうだよバトンつなぐ相手がいねえじゃねえかよ。であればとりあえずこの状況で何が怖いか、とりあえず壁張りましょうか。アブリボン2体目も絶対性質メイテだから少々困惑しているぜ。ペリッパー、この状況で先出ししてくるか。壁、ではもう交代しましょうか。おそらく羽休めでなんか適当に時間潰してくると思います。なのでここでわざわざ電磁波を打つ必要もないし、攻めるぜ。ペリッパーであれば特攻が間違いなく上がりますしね。水浸し？ほう。雨が上がりましたぜ。さあこの状況でのペリッパー特にやることがないんじゃないですか。10万ボルトいきます。追い風かまわん、もともと抜かれとるし
あ、迷った。オレ。よし。さあ、ポリゴン、お前は許された。存分に暴れていいぞ。許す。ただ、グドラが気合ダメ型だったことによって少々めんどくさい事態になっとるんですよね。あれです。急所引かれたら壁も貫通してしまうので、ものすごく痛い。こいつよからぬこと考えてねえかな。ですがもう迷わない。今日は無双していいって聞いたぜ。ただこのサンダースが身代わりサンダースだったらちょっと困るが、グドラに全てを捧げてるので身代わり型の可能性もあります。あります。これは結構こちら側がやや不利な読み合いになってるから、ダイマーを切ってしまったのが吉と出るか凶と出るかまだわからない。雷、吉、よし。うー、追加効果やめて。大凶じゃねえかこの野郎。こいつは困りましたね。元の状態でも半分持ってかれる火力か。再生も安定せんぜこんなの。このあとグドラム控えてんだぞ。ちょっと待ってよ。もういてえよ、いてえよ。だけど変なこと考えなくてよかったね。お覚悟。ペリッパー仕事すんな、あいつの水浸しよ。大アタック、滅べ。滅ばねえ。なるほどな、そういうことか。ここでキングドラで、というか思ったより火力が出なかったのが辛いところだな。キングドラでダイマ消費させて次からダイマックス切っていけば向こうにとっては勝ち確のムーブということか。ではまだ私負けたくない。ダイマはもう安い、どうせ向こうは切らないしね、この状況。そして水タイプであるポリゴンに対して水技は打てない。暴風か流星群だろう。嘘嘘え、向こう、え、読まれたの。え、そのためにボルチェンしたんじゃないのか。このあとサンダースもっかい出してね、大マックスして大サンダーで やってやれば水タイプになってるこちらには大層ぶっ刺さりのつらいのなんですけど、でもなんか知らんけどチャンス生まれたかもしれん任せてもらいましょう。地獄をここから始めようぜ。あ、お、お、おわ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 おわ、もうなんなんだよこれ。もうちょっと待って待って、でも大丈夫大丈夫。グドラは素ではそこまでの火力は出せない。おい、中までこれ運ゲーたっぷりじゃねえかよ。向こう都合良すぎだろ、こっち都合悪すぎだろ。なんなんだよこの展開。これサンダースにバックあんのかな。めっちゃ嫌なんだけど。さすがになかった。怖い怖い、どこまでも不利な状況が続いているね。動けない。よしよしよし、これがしびれ両成敗。よし、オッケー最高だね。まだわかんねえから試合よろしく。ただ雷が必中になってるのでご注意を。光の壁、壁の貴公子クレッフィ頑張ってくれている。そう、ポリゴンは許された。無双しても構わない。ゆえにどんな状況からでも勝ち筋を拾ってみせるぜ。キャベーキャベキャベー。ボフー、落としたくないみたいだな。雨が切れるタイミングで落ちたいんですが、向こう的にはどういう調整でいきたい。おら、倒しちゃったか。まあいいでしょう。
これでサンダースが変なことをしたら、なんならもう一回徹底抗戦が打てる状況。サンダースは特防の方が高かったっけ。岩が刺さっていたかろう。そのわずかなダメージ受け取ってもらうぜ。サンダースが物理技をお持ちという可能性はないわな。変なことしなくていいと思うよ。徹底抗戦でいい。キャミナリークレッフィー、よく頑張った。ありがとう。あんたが作ってくれた1ターン無駄にはしない。雨が上がったな。さあ運ゲーに震えろ。これでポリゴンが特攻上がったらトライアタックはありだと思いますが、特攻上がらなかったら絶対になしになる。ただいま上がれ特攻。はい、ですよね。であればトライアタック1回打ってもどうにもならない。自己再生するしかない。さあ勝負といこう。初代を象徴するかっこいいワンチャンポケモン、サンダース VS ゲーセンの貴公子、玉虫出身だろ俺たち。同期だろ。同期の玉虫出身として仲良くしてやるぜ。さあここに来てポリゴンでよかった的な旨味が出てきていますね。これもしもポリゴン Z だったらなんやかんやで負けてた可能性がありますね。うん、ポリゴン Z は火力は申し分ねえ。ただ耐久に関してはねあんまりないので。ですがこのポリゴン、ダウンロードやバトンも込み込みで火力をサポートしてもらって、本人はもともとの耐久で押していくという方、ポリゴン2でできるんじゃねという意見もあるかもしれませんが、なんポリゴン2は強すぎてポリゴン2を懸命にサポートしようという発想にならない。ゆえにこれはある意味ポリゴンオンリーの強み。ここに来て運は平等位、鳳凰堂、見ていますか鳳凰様。許された、いな、選ばれたポリゴンの勝利を。やったぜポリゴン、お前は許された。ありがとうございました。